空挺戦車左母機であるハミルカーマークアイ輸送グライダーと自走して機内に収容されようとしているイギリス軍空挺部隊のマークセブンテトラーク系戦車一人が車体に手をついているので空挺戦車のサイズ感もよくわかる1944年撮影右ハミルカーマークアイの格納庫と収まるマークセブンテトラーク系戦車 ボービントン戦車博物館像。空挺戦車とは、輸送機に搭載可能な軽量の戦闘車両。戦闘地帯に、空中投下もしくは強行着陸によって輸送され、火力が不足しがちな降下直後の空挺部隊に火力と、気候戦力を与えることが目的である。戦車とは呼ばれるが、空中投下もしくは強行着陸によって輸送される、装甲戦闘車両全般を指す。 日本語名、空挺戦車は JAA、空挺は製艦語、戦車という五構成である。英語では、かかる戦闘車両を特定する用語が存在しない。エアボーンフォースが運用するエアボーンユーズのライトタンクである。ドイツ語では、ラフトランディパンザーという。五構成は、で、ラフトランドパンザー。イマイナス 76MDU 送機とパラシュート降下しようとする。 空挺戦車。2018年撮影。C-130 輸送機から、レイプス方式で、空中投下される、M、M551 シェリダンクリップ CH-53G 輸送ヘリコプターと、降射するビーゼル空挺戦闘車。2010年撮影。空挺部隊は、輸送機に搭載し、空中投下などができる物資の重量の制限がある。ため、 空挺作戦時に重火器を運用することが困難であった。しかし、退治する敵部隊は一般に重火器保有が考えられるために、航空機に搭載して輸送できる重火器が求められていた。1930年代から飛行可能な戦車の概念がアメリカ、イギリス、イタリア、ドイツ、ソビエト連邦、日本など各国で研究されていたが、当時の航空機の能力では、 装甲戦闘車両を空輸することは難しく、実用化されたものはなかった。第二次世界大戦後半に至り、イギリス軍はマーク7テトラーク系戦車とハミルカーマーク I 輸送グライダーの組み合わせにより、航空輸送が可能な装甲車両の実戦力化に成功する。このテトラーク系戦車はノルマンディ上陸作戦に使用された。その後、 1945年3月24日に、米英が決行した大規模空挺作戦である、バーシティ作戦には、アメリカ製イギリス軍所属の M22、ローカスト系戦車がハミルカーグライダーによって、輸送されている。第二次世界大戦後は、装甲車両の重量化や、不評傾向の対戦車兵器の発達、攻撃ヘリコプターなど、航空支援方法の向上などにより、 空挺戦車を用いずとも、重火力の発揮が可能となったこともあり、開発は一部を除き行われなかった。その中でソ連は、空挺戦車の開発に熱心であり、1950年代から ASU-57 空挺自走砲、ASU-85 空挺戦車、BMD-1、BMD-2、BMD-3、BMD-4 BM 空挺戦闘車、 2S25 水戦車自走砲といった各種の空挺降下可能な走行戦闘車両を開発している。これらはパラシュートによる空中投下が可能である。ただし、重量物の投下は故障、破損を引き越しやすいこともあり、実戦で投下した例はない。これらの車両のうちいくつかは実戦で実際に使用されているが、いずれも空挺降下した不評部隊が 飛行場を制圧した後に輸送機によって空輸されて運用されており実態としては空輸による高速展開が可能な軽量走行戦闘車用であったアメリカ軍においてはベトナム戦争時に空挺対戦車自走砲 M56 スコーピオンと空挺戦車 M551 シェリダンの2車種が開発実戦配備された M551 は パナマ侵攻作戦においても実戦で空中投下運用が行われているが空中投下された車両の内半数が故障、損傷して使用不能になるなどその結果はかぐわしいものではなかった。1991年の湾岸戦争における砂漠の盾作戦では M551 が緊急展開部隊としてサウジアラビアへ急破され敵軍の侵攻に備えたが この任務を最後として予備役に回され M551 の後継車両として開発中であった M8AGS は開発が中止された。これ以降アメリカでは空挺戦車の開発は行われていない。ストライカー走行車ファミリーなどの軽量の走行戦闘車両の開発及び配備は行われているもののそれらが運用される主な理由は 輸送機による空輸が容易であるということであり、空中投下が可能な空艇戦車としてのものではなく、したがって空艇戦車に分類されてもいない。冷戦後の世界情勢においては、大規模な空艇進行作戦というものが行われる可能性が低くなったため、輸送機による空輸が容易であること以上の空艇運用能力が走行戦闘車両に求められる改然性は低く、 今後も空挺戦車というカテゴリーの兵器が存在し続けるかについては不明瞭である。しかしながら、中華人民共和国の中国人民解放軍は、自軍初の空挺戦車で、ZBD-033 兵戦車を正式名称とする、03式空挺不評戦闘車、なる不評戦闘車を開発し、2009年の軍事パレードで世界に公開している。 その事実を鑑みるに、過ぎ去った時代の兵器とみなすのは花だ創形である。L3 番目、戦車サボイアマルケッティ SM75 クリップマーク、セブンテトラーク系戦車、イタリア王国イギリスアントノフ A-40 の、計画当初のデザイナーズモデルソビエト連邦左、二式系戦車。1942年撮影。中央、特産号戦車。 1946年以前に撮影。右、ハミルカーマーク I から自走して降りるイギリス軍の M22 ローカスト。1945年撮影。大日本帝国アメリカ合衆国 ASU-57、ASU-85BMD-1、BMD-2 AS、BMD-3、BMD-4 BM 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 クリップに S25 スプルート。 SDAMX-13 イスラエル軍配備 M56 スコーピオンソビエト連邦ロシアフランスアメリカ合衆国アメリカ陸軍の M551 シェリダンビーゼル1マーク20ビーゼルニアフビーゼル2オチェロットクリップレイン式空挺不評戦闘車西ドイツドイツ中華人民共和国ありがとうございます